胆道とは、肝臓から分泌された胆汁の通り道で、胆管、胆のう、十二指腸乳頭部のことです。胆管、胆のうについては概要欄にて解説動画をご紹介しています。川崎幸い病院外科、原義明です。まず、がんに対する治療は主に手術療法、化学療法、放射線治療があります。これに免疫療法を加える場合もあり、がんの治療はこれらを組み合わせ併用することでより大きな効果を上げようとします。本日は手術療法についてお話しいたします。がんができた臓器を切除する治療法のことです。進行度に応じて周囲の組織、臓器やリンパ節を切除します。がん細胞はそれらにも侵入し全身に移動することがあるからです。いわゆる転移を防ぐためです。がんと判明した後、現在の進行度が診断されます。そして主治医が患者さんの状態を考慮した上で手術療法が適していると判断した場合、患者さんに提案し話し合う流れが一般的です。胆道がんには主に胆のうがん、胆管がん、十二指腸乳頭部がんがあります。胆のうがんの手術療法は進行度に応じ胆のうのみを切除する術式、胆のうに加えて肝臓も一部切除する術式、さらに胆管も切除する術式があります。胆管がんのうち、がんが胆管の下流に生じた変異胆管がんでは、胆管とともに膵臓の右側と十二指腸も切除する膵頭十二指腸切除が一般に行われます。肝臓に近い胆管にがんが生じた肝門部胆管がんでは、胆管と一緒に右側または左側の肝臓も切除します。胆道の十二指腸への出口にがんが生じた十二指腸乳頭部がんでは、変異胆管がんと同様に膵頭十二指腸切除が行われます。胆道がんの手術は現在も回復手術になることが多いですが、早い段階の胆道がんが疑われる場合などでは腹腔鏡手術が選択される場合もあります。診断や治療方針に不安がある場合、他の医師の意見を聞くことでより理解が深まることもあります。他の病院でのセカンドオピニオンを希望される場合は遠慮なく担当医にご相談ください。術式にもよりますが、胆道がんの手術の場合、1週間から2週間程度になります。肝胆膵外科では肝臓、膵臓、胆のう、胆管、脾臓などの腫瘍、良性疾患を扱っています。肝臓領域では肝がん、転移性肝腫瘍をはじめとする腫瘍性疾患に対して、術前に CT ボリュメトリー、3D シミュレーションによる詳細な評価を行い、術中ナビゲーションにも用いています。切除可能膵がんはガイドラインに従って原則として術前化学療法を行った後に切除を行っています。化学療法の進歩に伴い、膵がんの切除可能境界例あるいは切除不能症例でもがん遺残のない根治切除が可能になるケースが増えてきております。必要な症例では門脈などの血管合併切除も積極的に行い、常に根治切除を目指した手術を心がけています。肝切除、膵帯ビーム切除については症例に応じて腹腔鏡下手術も行っております。また急性腹症でしばしば遭遇する急性胆のう炎に対してはガイドラインに沿って早期の腹腔鏡下胆のう摘出手術を積極的に行っております。ご高齢の患者様も多いですが、患者様それぞれに応じた最適な治療を考慮して診療を行っております。